こんなものができると思ってなかったもの。あテレビ見ていいって言ってたよね。テレビ見ていいんですか、すごい、うん、今回は本田レジェンド車のチャンネル始まるよ。おはようございます。おはようございます。レベル3のレジェンドなので、はいはい、これレベル3ってドライバーのことをずっと見てるんですよ。だから今日私だけちょっとあのマスクはあのかけてませんので、その辺はご理解いただきたいと。あ、そうなんですか。ここにカメラがあるんです。ここにカメラがあってずっと見えないですね。見えない。私を見てるんですよ。で、簡単に言うとね、はい、この車はレベル2とレベル3両方入ってるんですよ。あでレベル2の時は、はい、運転は人間、はい、レベル3の時は運転は車。すごい。なのでレベル2の時は、はい、常時このカメラが見てて、はい、前を見てないとダメ、はい、で、はい、レベル3の時は、はい、下向いてても、はい、横向いててもいいのね、はい、だけどここに人がいなければ、はい、あと後ろ向いてるとか、はい、そうすると人間は乗ってないとみんなして、アウトになる。要するにカットされる。警告出してくれるんですね。警告出してくれる。すごい。この車が世界で初めてレベル3として認定された車っていうことなんですよね。世界で初めて。世界で初めて。ハードル高いよ。テスラとかやってそうなんですけど。テスラはレベル2なので。あ、そうなんですね。だから自動運転じゃないんですね、はい、レベル2までは運転支援なんです、はい、レベル3からがいわゆる自動運転なんね、はいはい、でテスラは運転支援なんだけど、うん、それがたまたまずっと動いてるだけで、だから居眠りしても何してもテスラはそのまま動いてるんですよ。でこれは寝ちゃうと起こしてくれる、うん、起こしてくれるんだ。起こすか止まるかだから。起こすか止まるか。そういう安全装備があるかないかが全然違うね。ここではね多分ね今レベル2の運転支援はできると思います。まずセット、クルーズコントロール、うん、クルーズコントロールと、うん、あと車線キープ、はい、あ、なった。これなった。これで今、運転手この青いランプになりましたね。はい、緑から。これでハンドパワーできる。おー、ずっと膝の上で。膝の上で、はい、よしよしとアクションもできるという、まあ、ちょっと、あ、今ダメかここから離れちゃダメなんですよ。あ、だから握手はできない。握手できない。でさらに、はい、よそ見してると、はい、怒られます。それはここで見てる、目線を見てる。でこの人はちゃんと前を見てるかなっていうのを、レボーグにしてもスカイラインにしても、はい、レベル2の運転支援がついたハンズオフができるやつはみんなこのカメラがついてる。すごい。よく見てみたらそのスピードメーターの間にですね、どこに今車がいるかちゃんと、あ、ここね、書いてある。すごい。それで今日はその自動運転を試すということですよね。いくつか要件があるんだけど、はい、高速道路、はい、車速、セットするときの車速が30キロ以下、はい、30キロ以下で、上限速度が50キロまで、はい、50キロまで。であと精密な地図があること。あ、このナビの中に、はい、ナビか車の中に精密な地図が入ってて、うん、はい、でそれでここ今どこ走ってるのっていうことが分かってるところに限って使えますよ。あ、これ今日にバッチリじゃないですか。この渋滞具合はいいね。いいですね。でこれでまずセット入れます。はい、セット入れます。でその後このスイッチを入れる。なりました。緑がついてない。まだです。なった。はい、なりました。これ OK。 この時点で、はい、私はここただ乗ってる、座ってるだけだから、はい、運転者じゃないんですよ、はい、レベル3っていうのはね。すごい。これを今ね、事故起こしても私の責任じゃないんですよ。え、そうなんですか。これね、50キロ前だったら、はい、とにかく止まれるんです。何があってもね、はい、前の車は急にビタッと止まっても止まれるし、はい、それからここにあのカメラが2ケットついて、またお、こうなった時に、はい、10秒ぐらいで運転しなきゃいけないんだって。あ、10秒で応答しなかったらカットになっちゃう。あ、なるほどですね。なったで、これで OK なんだ、はい、なんだけど、はい、何が何話したんだっけ
テレビ見ていいって言ってたよね。テレビ見ていいんですか、すごい、うん、本田自身は、はい、携帯電話はやめてください、まあ夢中になってるからってことなんだろうね、はい、でも法律的には問題ないし、だから携帯電話を見てても法律的には問題ない。テレビ見てるのは本田的には OK なんですか。テレビはいいんだって。テレビはいいんですか。なんでかって言ったら、はい、あのさっきみたいに運転機能が停止してるときにテレビも切れるんだって。あ、だから注意はまずテレビから離れる。でも携帯はそういう機能がついてないから、あ、まあ見ちゃうんじゃない。だからまあ安全を見越してホンダは推奨しないと。だけど法律的には問題ない。なるほど。これね、ものすごい簡単じゃないんですよ。例えばカメラも、はい、こう2つついてるんです、同じものが、はい、1個ダメになった時のダメのスペアもちゃんと持ってる、はい、いろんなものが二重になってる。そうなんだ。そうで、もしかしてここにあるカメラっぽいものももしかしたらカメラなんですかね。あ、もしかしたら二重かもしれないね。これも二重なんですね、うん、かもしれないですね。すごい。だこっちがダメになったらこっちになるのかもしれない。うわ、だ両方見てるんじゃなくてまずこっちで見てて、ダメだったらこっちになるかもしれない。ちょっと聞いてみなきゃいけない、はい、安全にはやっぱり二重が基本っていうところなんですかね。まあ、レベル3は二重が基本である。やっぱりこれはね、大事な技術です。ただ私が死ぬまでは安くならないかなっていう気はします。まあなかなか皆さん試してもらえないのが残念かなっていう感じですね。どの時点で運転の主体が、車から人間になってるのかっていう質問だとどうですか。そのドライバーがこう受け取ったっていうことをシステムが判断してます。人間が操作してした時点でまずドライバー運転の主体は人間になりますので一つの概念になりますと。操作しなかった場合はどの時点でドライバー車の主体じゃなくなるんですか。法律上は操作要求を出した時点で切り替わるというのが今の結果。じゃあ要するに黄色信号はなくていきなり赤になるってことですね、青から。そうですね、が切り替わるとしては。ただその瞬間において起こったことっていうのはそのドライバーにもそんな瞬時に対応できるわけじゃないから、その場合に対しては、個別具体的に、争われる。じゃあ要するに、切れた瞬間のそれっていうのは判例がないから分かんないってことですね。そうですよね。その状況に応じても変わるというのが正確だと思うんですよ。困りますね、そこね。で一回一回裁判になるってことですね。そうなると思います。上場設計はどの程度そのまずメインキーが車線維持できるためのカメラという白線維持機能、白線検知機能で、あとは衝突回数ための物体検出機能、あとは操舵するための操舵機能、ブレーキをするためのブレーキ機能で、それに対する電源を送り込む電源の供給機能、あとは、周囲にドライバーからと周囲に放置するための放置機能であったり、ドライバーにそれを伝えるための装置機能、これらが全て二重になっていると、まあ、具体的に言うとレーダー、ライダーっていう二重だったり、カメラ2つっていう二重だったり、ライダーとカメラは、あ、ライダーとレーダーは保管してるわけですか。どっちかがダメになっても、はい、物体の検出という点で保管しています。自動運転のレベル3に入っている時と入ってないレベル2のハンズオフの状態との切り替えが分かりにくいですね。同じ色じゃないですか。そういうなんか明確なサインが必要じゃないかなっていう気がします。レベル2の、まあ、ハンズオフの時は緑色の、今までと同じ同色の緑色のインジケーターとか標準を使っていて、でレベル2っていつもハンズオフの機能になってくると、それをターコイズブルー、ブルー系のに統一していて、でレベル3になると今まで、まあ、速度とかタコメント、まあ、表示していたものを全部取っ払って、まあ、運転任せてくださいよっていう意味で、消して、で、まあ、追従のマークだけ表示だけにして、でさらには渋滞時運転機能という表示も出してっていうのが今の表示の形ですね。で、HM に関しては開発
の段階でも様々な人、一般の方に乗ってもらって、その表示が理解できるのかとか、反応できるのかというのは、検証を繰り返していて、で今の表示では一応、全ての人に理解されるようにはできていると思うの、ただ今後その普及していく中で、どうやって表示をやっていくかというあり方は、今一度お客様の意見を聞きながらフィードバックをして発信していきたいと思っています。そのスピードメーターのところで、どこに他の車がいるのかっていう位置把握してるのすごく感動したんですよ。テスラは車種すらもトラックはトラックだとか認識するっていうふうに言ってたんですけども、そうそれなんでできるんですか。あれ、弊社の HMI コンセプトとしては、あそこをよりリアルに作ってしまって、そこに注視されるっていうのは好ましくないと考えていて、あそこで伝えたいのはシステムが今どう見えているのかを伝えるということ、そしてシステムが見えていることで安心感を与えるということをやりたかったので、あそこをグラフィカルに作るというのは我々の目的ではなかったと思います。基本的には外を見ていただいて運転していただきたいと。でシステムと人間が強調するためにシステムがあそこをどう見てるのっていったところなんですを表現したかったんですね。なので実は見えてるんです、全部し車種も、サイズとかも分かってるん でカメラでクラシフィケーションもしてるので分かってもいることは出そうとかって出れる、はい、出さなかったっていうのもあります。なるほどね。じゃあ案は出てたけどやっぱり、安全に運転してもらいたいから、そうですね、ちょっとコンセプトの違いかと、やっぱ弊社としてはしっかり取り組んでいって、その世の中その未来の車社会といったものをしっかり作っていきたいと、その一助になりたいと思います。